パワーグズプラスは富士通と SRAOSS Inc が開発したポストグレスクルをベースにした関係データベース管理システムのハイエンド製品。姉妹製品であるパワーグズとは主にストレージ、管理エンジン部分が異なる。ポストグレスクルプラスはポストグレスクルの先進的な SQL エンジン部分と富士通製ストレージ管理エンジンシンフ4やサーバーの データ入出力処理部分を組み合わせた関係データベース管理システム。外からのインターフェースはポストグレスクルのように見えるがシステム内部処理はシンポエアが実行する。これはポストグレスクルのストレージ管理の実装レベルが他の商用 RDBMS に劣るため運用に不安が生じることをフォローすることを目的としている。ユーザーは 従来のポストグレスクルそのままの開発効率と運用の可用性向上を得ることができる。2003年5月19日に富士通はポストグレスクル7.32と同社の DBMS シンフォアヤのエンジン部分を組み合わせた新製品の開発を明らかにした。6月中に開発者向けの評価版9月末までに 日本国内の主要なポストグレスクル流通業者を通じて販売すると発表した。2019年5月17日にパワーグズプラス V10 の販売が開始された。ありがとうございます。